AF2 エンシングフォーツでギターボーカルのユウスケです。ベースのピューです。 AF チューブでは我々エンシングフォーツデイが影響を受けた音楽を独自の視点でお伝えしていきます。今回は車谷浩二さん特集でスパイラルライフ、エア、ライクカムバックなどですね、キャリアチェンジの時も我々をいつも驚かしてくれるロックンローラー熊谷浩二さんの特集を、行ってまいります。ユウスケさん、熊谷さんとの出会いはいかがでしょうか？はい、出会いは、1995年スパイラルライフガーデンです。これはミュージックスクエアで聞いたんですけども、そうです、まあ、かっこいいロックでテレビに流れてるのは違うなと、うん、オルタナティブってやつかと。おオルタナティブってことは分かんなかったんですけどこう普段着というか、うん、やれそうだなっていうかちょっとこう身近に感じる音楽、かっこいい音楽だなと思ったのが11歳ぐらいのことでした。おはい、 BB さん、出会いは？はい、私の出会いですね、エアーのレインボー。これはですね、ユウスケさんがあのエアーのファーストフラワーの、ウェアオフ貸してくれて、その1曲目ですね。ああ、この人はもう超ナウイズ、わらわら叫びまくると。なんだこれだと、ボアダムスか。で、もう相当やべえ人かなと思ってたら、あ、実はなんてことない好青年だったという、まあ、いろんな意味での衝撃の1曲でした。はい、ではユウスケさん、第3位はいかがでしょうか？USK 第3位は Back Pavement Dreams です。バックときましたか。アートオフの100円コーナーですかね。ディグりました。バックっていうもうやってたのはしてたんですけど、うん、音源を聞けてなかったんで、うん、いて、うわっと、グリーンディとかきっとこう海外のパンクを着したらこうなったんだろうなと。あ、ちゃんとギターソロもあるし、こう、うん、エアあるあるあるの、こう、ウォーンっていうのも入ってる。ちょっとこの、ミックス感覚は僕、海外のパンクと日本のパンクをどう混ぜるかってところでだいぶ参考になった曲で。なるほど。はい。じゃあ、BB さん、第3位は？はい。私の第3位、同じく、バークの雑巾ですね。パンク曲、数あると、まあ、雑巾の気持ちになって雑巾のことを歌うというですね。こんな曲、なかなかないだろうと。なんて言ったその雑巾の元になったタオルは、海山商事の粗品ですね。海山商事はまあ、ご存知、サザエさんかと。ね、なかなかそんなのができるのも珍しい。しかも、このバックというバンドはですね、武道館までやってしまってですね。車谷さん、もうタッピングをこの曲ガンガン緩和してまして、ね、ランディーズ・ローズが好きだっていうのも、とか、ランディ・ローズとか、ヌーノ・ベッティンコート好きっていう、まあ、ルーツもあって、なかなかですね、かなりメタリックなアプローチも垣間見れて、とても面白い曲なんですね。ぜひ聴いてみていただきたいです。はい。では、ユウスケさん、第2位はいかがでしょう？はい。第2位は、選べず2曲です。Are You Sleeping Brother John のケルトバージョンと、タロー。うん、デビューアルバムのミニアルバムのエアに入ってる曲で、うん、それもバージョンいいんですけど、うん、ステディってアルバム2001年かな。ああ、はいはい、そうなんです。バージョンっていうのがめちゃくちゃ良くて、うんうん、どんだけ振り幅広いんだろう、この人っていう。うん、もう歩くサンプラーなんじゃないかっていうぐらい。サンプラーもう無印良品で流れててもおかしくないようないい感じの。うん、海外の匂いがする曲ですね。うん、で、もう一曲、ハローは、うん、もうこれも、もう US オルタナの、うん、を日本でやったらこうなるっていう、うん、なんとも言えない重低音で、こう物憂げな感じがすごくいい曲です。うん、BB さん、第2位は？はい、BB 第2位はですね、Air で Heavenly ですね。こちらはですね、もうウッドベースのイントロからして素晴らしい。ベースイントロでこれだけ印象的な曲っていうのもなかなかないんでね、ぜひ聴いてみてほしいですね。このバックを固めるがですね、佐野康夫ドラマ、ドラマ佐野康夫と、
ベース渡辺仁さんの鉄壁のリズム隊ですね。ちょうどこれ同じぐらいの時期にその二人って菅野陽子のシートベルツ、カウボーイビバップで、うん、クソかっこいいジャズやってた時期なんで、まあ、そこら辺の影響もあるのかなとは思いますけど。はい。では、ユースケさん第1位はいかがでしょうか。はい、ユースケ第1位は、これも選びませんでした。バイトライオとフィーチャリング KJ とラストダンスの2曲です。マゲンゴリゴリのリフでラップです。もうラップメタルですね。うん。この PV がまた、秀逸で、原宿の、うん。キャットストリート、裏原宿ですね、を、うん、うん。もう、暴れながら、こう、ファンを引き連れて歩くっていう。で、登場して、ミュージンかなんかから登場して、うん、もう一般人がわーってなるっていう。お、う、ー、ん。ラストダンスは、うん、2003年ぐらいだったと思うんですけど、そうですね。うん。もう対照的にめちゃくちゃメローな曲で、うん、もう3分半のポップソング踊ろうよっていうような曲なんですけど、うん、まあこの右も左も行けるエア、車谷浩二はもう本当に生き方を好きなように生きていいよって言ってくれてるんだなと思います。うん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 、はい、BB さん第1位は。はい、第1位はですね、エアのですね、リベラルですね。ゴリゴリですね。だけど、やっぱエアーさんの、車谷さんすごいってことで、やっぱこれが、もう、素晴らしい日本の歌物になってますね。うん、エアー、やっぱり本家、レイジャーズ・マシンはやっぱりもうラップなんですけど、もうここは、ほんと爽快なサビがくっついてきてですね、非常にかっこいいですね。1999年ぐらい、うん。赤坂ブリッツでライブを見まして、もうこれが生涯、多分、最も爆音だったんじゃないかなと。うん。もうずっともう耳やられっぱなし。もう、スリーピースでこんな音出すんだっていう、もう、恐ろしい曲でしたね。S-Tube、車谷浩一さんの特集いかがでしょうか。今、人生100年時代って言われてますけども、10代からキャリアチェンジしまくって、もう音も変えまくってですね。でもやっぱ一本の芯を取ったアーティストとして活躍され続けてるし、今のこの長い時代の生き方の先駆者なんじゃないかな。思いますね。本当リスペクトですね。では、AFT チューブ、まだまだ続きますよ。ファイ